私たちの町世田谷に今日も美しい音色が響きます。世田谷フィルハーモニー管弦楽団は1989年3月に故芥川靖さんの遺志を継いで誕生した区民によるアマチュアオーケストラ。現在楽団員は110名を超え、間近に控えた大工コンサートの練習に取り組んでいます。この春にはこれまで何度か演奏会でタクトを振ってきた指揮者の石丸博さんが正式に世田谷フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任しました。石丸さんはアマチュア楽団の指揮を経て1954年日比谷公会堂における東京交響楽団の指揮でプロデビュー。以来 NHK 交響楽団や日本フィルハーモニー交響楽団など屈指のオーケストラのタクトを振ってこられた指揮者です。またその一方で石丸さんは地方のオーケストラの育成という地味で困難な仕事にも心血を注いでいます。私は長年住み慣れたという成城の町に石丸さんをお訪ねしました。生まれてすぐっていうか子供の頃から音楽と絵はね、ずっと親父がやんなさいやんなさいって言って、まあ、応援してくれてずっとやってましたから。で、青島の中学の時は僕はブラスバンドをやってたんですよね。で、その時に下級生でしたけど楽譜が読めるもんですから、上級生の人がこうタクトを振らせてくれたりしてね。じゃあもう本当に指揮者としてのキャリアはすごいですね。いや、まあでも本格的な勉強したわけじゃないからね、はい、でも当時の子供としては随分音楽やったと思うけど。そうですよね、石丸さん本当にたくさんいろんな活動なさってるんですけども、その中で特に地方の音楽文化活動というのに力を入れて本当に数々の地方のオーケストラを育ててこられたわけですけれども、そうしたところに目を向けられたきっかけというか、どういうお気持ちで始められたんでしょうか。もともとその福岡で初めて指揮っていう生活に入って、そうですね、30歳ぐらいだったと思いますね。その時にそのなぜ東京にばっかりその一極集中主義っていうんでしょうかね、文化経済その他教育が集まってしまうんだ、まあその当時の僕でも知ってたことは、ヨーロッパなんか行きますとね、一つの町に一つオーケストラがあるのよね。で、どうして日本だけこういうふうに東京に物が集まってるんだっていうのが、まあ最初の僕のあなたが今おっしゃった地方文化コミュニティ文化っていうことに関する最初の目覚めだったと思いますね。これやっぱり九州にオーケストラの一つもなきゃ嘘だっていうふうに思ったわけですね。本当に身近にオーケストラがあれば、もう演奏会にも気軽な気持ちで行けるのに、やっぱり都会へ出てこないと演奏会に行けないっていうのは、おっしゃる通り本当にそうですね。今何万円もする外国のオーケストラを地方の人がね、聞かなきゃなんないです。もちろんそれは音もいいしね、演奏も素晴らしいから何万円の価値はあるんでしょうけども、自分の町にはオーケストラがないんですよね。ですから素晴らしい外国のものや東京のオーケストラを聴くのもいいですけど、やっぱり地方の人にとっては親子一緒に気軽にこうお父さんと子供さんとね、聞きに行けるようなその町のオーケストラがやっぱりなきゃっていうふうに考えたんですけどね。そういう意味では今お引き受けになってらっしゃる世田谷フィルというのが、まさしく世田谷区の町のオーケストラという感じですよね。そうですね、そういう趣旨でお引き受けしたんですけれども、はい、どうもまだできたばっかりで幼くてね、アマチュアですからね、アマチュアの技術っていうのはやっぱり限度があるでしょ、しかもまだ始まったばっかりですから。そうですね、オーケストラで言えば幼稚園かな、なんとかして早く小学校
中学校大学っていう素晴らしいオーケストラにね、はい、いい音のオーケストラに育てなきゃいけない。アマチュアですよ、はい、アマチュアですけどね、はい、一旦ベートーベンやブラームスやモーツァルト演奏するときには聴く方にとってみればね、アマチュアもプロもないんですよ。できるだけいい音のね、感動できるような音楽を聴きたいわけでしょ。それが音楽の価値であり意味だと思いますよね、はい、時には厳しい叱責も飛ぶというオーケストラの練習。しかし石丸さんの世田谷フィルに対する厳しい評価も、楽団員と指揮者との間にすでに深い信頼関係があればこその言葉なのではないでしょうか。もう一回も気をつけて、パッ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 です。あなた方は時々パッパッパッってアクセントになってるから、それを自分で気をつけて、パッ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 、アクセントのない四五音ですね。そうですね、やはり音楽的な面ではですね、やはりアマチュアもプロも関係ないですから、そういう面では妥協を許さない、かなり厳しい意見が、出ますけれども、反面そういった厳しい意見を言われた後はですね、みんなの気分を和ませるような冗談をおっしゃっていただいたり、あるいは終わった後ですね、食事をしたりとか、そういうところでですね、また音楽とは違った面では非常に優しいご指導いただいております。でも私どもとしましてもですね、区民の皆さん方にですね、私たちの世田谷フィルの奏でる音楽はこういうことですよと、言ってですね、アピールできるだけの水準に早くなりたいわけですが、それをですね、石丸先生にね、ご指導によってですね、できるだけ早くそういう高い水準にですね、持っていきたいということになっています。で、ただじゃあ自分がどこまでできるかというのは、これはもう非常に難しい。私も金管奏者としては、もうアマチュアの金管奏者としてはもう引退しなければいけないぐらいの年なもんですから、どこまでできるかなと思ってるんですけれども、いずれやめて後でもね、この後同じパートを持ってくれる人がより良い音楽をやってくれればいいなと思ってます。私なんかは演奏会に行きますと、かっこよくこう指揮なさってるところしか指揮者の方っていうのは見えないわけですけれども、そこに至るまでが一番大変なお仕事なわけですね。指揮者ってかっこよく見えるらしいね、はい、やっぱりあれだけの人数をこう指揮台に上がりたいっていう人と、お風呂屋の番台に上がりたいっていう人と男は2つ上がりたい台があるそうだけど、醍醐味っていう素晴らしいものはあるかな、苦しみの方が多いでしょうね。だから喜びイコール苦しみみたいな、これ変な言い方になっちゃったけど、つまりね、指揮者としての現場っていうのはね、いつも100人のそこにプレイヤーがいて、でその100人のプレイヤーは一人一人家庭があって、奥様もあれば子供さんもある人で、言ってみれば僕と同じ人間ですよ、全く同じ。その全く同じ人に僕の要求を皆さんにお願いしなきゃならない、まとめなきゃならない、こうしてください、ああしてください、いやそうはしないでくださいって言ってね。ですからこれは大変なことなんです。そういうところが指揮者の非常に辛い仕事の難しいところですよね。ではその世田谷フィルハーモニーにこれから望まれることはどういうことでしょうか。そうですね、もういろんなところで、僕はいろんなことを言ってるけども、例えばオーケストラの練習なんかの場合もね、つまり制服を着るなっていうことを言ってる。練習の時には例えばどんなに下手な人もいれば上手な人もいる、年配の人もいれば、子供さんみたいな人もいる。ですけど練習場に入ったらもう全員同じ意識で、自分の意識でやれ、ね、自分は高校生だから社会人の大人の前で小さくなっていようとかね、そういう考え持つなって言ってるんですよね。ということはオーケストラとか、合唱とか大勢で一つの音楽を作り上げるわけですけれども、その中に自分が埋もれちゃうんじゃなくって、みんな一人一人責任を持ってこう指導するというか、そうです、責任という言葉使ってもいいと思うね。
自分をなくさないでほしいってことですね。世田谷区民のためにできたオーケストラだとすればね、やっぱり少しでも美しい音楽をね、感動的な音楽を皆さんに聴いてもらわなくちゃなんないから。ですけど外国では自分がこの住んでる町、つまりコミュニティに対して何をしてるか、自分の住んでる町が一番大切で一番町を愛してて、よそから来る世界的なオーケストラだろうが何だろうが彼らも全然問題にしてないんですよ。多少下手でも自分の町のオーケストラが一番可愛い。でこれオーケストラだけじゃないと思うけど、まあ、例えば町の公園だとか道路一つにしてみんなで綺麗にしてね、自分の町を文化的な町にしようと。だからオーケストラの側がそういうコミュニティ文化とかコミュニティに対する自分が住んでるところに対する意識がまだはっきりしてない、弱い、まとまってないというのと同じようにね、区民の方もね、この町にあるこういう素晴らしい美術館がありますね、で皆さんとってもあれを大事にして喜んでらっしゃると思いますよ、と同じようにね、また文化とか芸術っていうのは美術だけじゃないわけでね、やはりだからオーケストラを育ててほしいですよ。80万の区ですからね、もう非常に大きな都市ですね。ですから世田谷の皆さんも区民の皆さんも何とかしてこのオーケストラを育てようと、他の区にはない素晴らしいオーケストラに育てたいという意識をね、はい、持っていただきたいと僕は思ってるんですね。それで早速12月にもコンサートがあるんですよね、うんうん、これ先生がお書きになったポスター、ね、書くのがだから美術家だったから、はい、書くのが好きでね、いつも自分でデザインして自分でレイアウトしてやってるんですけど、はい、どうですかこれ。もうとっても色がシャレ出てパッとそう、目につきます。年の瀬の恒例ともなった世田谷区民によるベートーベン大工コンサート、忙しい年末のひととき、美しいオーケストラの調べを楽しんでみてはいかがですか。